やっぱ万人に受けるヨガをやらないと、うん、まあね、まあ、ビジネスにはならないし、知れば知るほどそれでいいんだっけ。なんかせっかくヨガ勉強して、うん、見てね、もう一回ください。心も体も簡単セクシーヨガ見てね。ヨガの先生はもう毎日朝決まった時間にやるの？それはさ、それは本当つるちゃん の, あの影響すごいよね、うん、あのやってる人もいるけど、うん、もちろんやらない人も、うん、先生の中では全然いるし。どっちは？私はやる方だと思う。あ、だけど決まった時間にはやれない、うん、まあ、1日1回はやるけどでもやるって言ってもそれつるちゃんみたいに4時間やってる人もいれば、うん、5分10分15分で終わる人、うん、まあ、寝起きにチャーで終わらす人もいると。でもそれもヨガですっていうのがヨガの教えだから。まあヨガって要は広く捉えるってことですね。そうそう、なんか自分のやりたいようにできることがヨガ、うんうん、もう全然分かんないわけですよ。ヨガ、いや、ヨガをね伝えるってすごい難しい。そう、うん、で私もそのヨガスタジオほら前やってたけれども、うん、やっぱりね、こう万人に受けるヨガと、うん、なんだろう、そうじゃ、教えたい側としてはそうじゃないけど、うん、やっぱ万人に受けるヨガをやらないと、うん、まあね、まあ、ビジネスにはならないし、なんないね、うん、お客さんのなんだろう達成感みたいな、うん、でもなんか日本人の人ってその達成感をすごい味わいたい、達成感を目的にしてるっていうところだね、うん、やっぱ痩せたいとかさ、うん、まあ日本もそれを売りにしてヨガを、うん、そうだね、うん、やってるからヨガ業界ね、そう、うん、あれだけどあんまディスると怒られるかな。そうだな。あのどこまで言っていいのか、どこまで聞いていいのかだけど、俺は基本的に聞くからさ。あんまり怒られて、まあ、あんまりつながりないから大丈夫なんだけど、うん、とはいえ、あの知らない人のために、我々おじさんたちのためにちょっと教えて。おじさんたちのために、うん、ヨガはこう、まあ、結局はこうなんだろうな、邪念を振り払って、うんうん、またなんだろう、自分を新しく見つめ直す時間、うん、はい、すごい分かりやすい。それは座禅と一緒ですか？あ、でもそう、一緒、うん、一緒、うんうん、京都に行った時に私鈴虫寺に行ったんだけど、うん、あそこって法話が聞けるの、法、お坊さんの説教ね、そう、うん、聞けて、幸せとは何でしょうとか、うん、生きるとはそうとかな、こういうことを考えてるから自分にストレスなんですとか、うん、そういう話をされるんだけど、うん、もうそれヨガと同じことを言ってるから、無になりなさい、ね、あ、そう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 、うん、全部それと同じ、多分インドから伝わったか、うん、中国から伝わったかで違うだけで、まあ、ベースにはその善があるっていう話だ。でも一緒、大体そういうことを、うん、じゃあさ、ポーズは何なの？ポーズはそのなんかいろいろあるんだけど、うん、まず体が硬いと、うん、なんだろう、呼吸が、ヨガって呼吸が一番大事になってくるんだけど、うん、普通のストレッチと違って絶対動く前に吸ってとか、うん、吐いてとか入るんだけど、体が硬いとまず呼吸がもうこうなって筋肉も硬いから呼吸がまず浅い、うん、だからポーズとかをいろいろやって体もほぐしながら、こう自分の体内の血液とか、うん、こう筋肉とかそういう流れとか動きを良くして、うん、そこから瞑想入ると、うん、いいですよとか、そういうやつだから、そのためにポーズをとってる。あ、じゃあ、まあ、ポーズは準備運動みたいなもんか。そう、その瞑想とかのための、うん、だから何、寺でいうと座禅、座禅の前に準備体操するみたいな、ラジオ体操するみたいな、なんかそういうこと。多分一般的にはそのポーズ自体がヨガって思われてるでしょ。蛇のポーズとか分かんないけど、わしのポーズ、わしのポーズとか、便秘に良くなるポーズとか、そう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 、一般的には多分ヨガってあれのことだとみんな思ってるので、本当はその前に呼吸法とかいろいろあって、うん、腹式呼吸とか胸式呼吸、全身呼吸とかいろいろやってからのヨガのポーズなんだけど、うんうん、
本来はそういうことなんですよと。そう、その瞑想に入るまでの全部準備みたいな、うんうん、でだんだんでもヨガそのものってさ一般的というか、うん、ポピュラーにはなってきたでしょ。あ、そうだね、スタート自分がやり始めの頃よりはやってる時よりは人口も増えたし先生も増えたし、うんうん、スタジオも増えたし、うん、まあ、認知度も今自分でもこの場所でスクールみたいなことをこの場所でも、まあ、今コロナだからね、まあ、やってないけれども、はい、今はオンラインレッスンがまあ主流かな、うん、オンラインレッスンかあと対面、うん、まあ、こういう1対1のプライベートレッスンをやってるって感じ、うん、距離取って、うんもう3メーターぐらい、まあ、私のお客さんは結構、うん、何ケニー木村みたいなおじさまが多いのでプライベートレッスンを依頼される方は、うん、3メーターぐらい距離はそんな取らないけどコロナじゃなくても距離取ってそんなことないけどでもね、まあそんななんかこう触れて何直すこともあるんだけどポーズとかを。うん、形作ってあげる。そう、アジャストって言うんだけど、うん、やっぱ今はそれはちょっとなしにして、まあ、言葉だけで教えたりはしてるけど、うんうん、となんか番組も持ってんだよね今ね。あ、セクシーヨガですあ、ちょっと省いちゃったな。心も体もセクシーヨガあ、そこ入れとかないとさ、心も体も簡単セクシーヨガ長い長いっつうか自分で言えるようになんないよ。心も体も簡単セクシーヨガ見てね。もう一回ください心も体も簡単セクシーヨガ見てね。いいレビュー書いてくださいいいレビュー、うん、でうちのワンちゃんと一緒に出てるから、うん、なんで犬が出てきてんだとかそうか、じゃあちょっと犬の話もしとかないとな。あ、そう、ドッグヨガの話もね。ちょっと連れてきていいね。あ、いいよちっちゃいのだけ。おとなしくするかな。ちっちゃいのだけ。あ、ちっちゃい方ね。そうあの巨大な方はちょっと大変だちっちゃい子だけはい、はい、名前は何ですか。プアです。プア、貧乏っていう意味ですか。違う、プアじゃないハワイ語でお花っていう意味です。おー、日本ドッグヨガ普及協会っていうのがあって、うん、もう10年ぐらい前からあるんだけれども、もともと知ってた、すごい昔から、うんうん、だけどあの小型犬向きの、まあ、プログラムだからメインが、うん、うちで飼ってるワンちゃん歴代大型犬で。そうねだいぶ眠そうだぜよ歴代大型犬でなかなか資格を取りにまで行けなくって、うん、その講座に一緒にワンちゃんも行かなきゃいけないから、うん、それで2年前に、まあ、ちっちゃい子運命の出会いをやってきて、うん、でその瞬間にまたお母さんが、うん、あんた結婚まだしないんだったらハワイに渡した時のお金余ってるでしょっつって、うん、ドッグヨガ行ったらって言われてすごいね、結婚資金がどん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 そっち方面に流れていくわけだね。それでちょうど講座が本当にタイミングよく始まったから、うんうん、ずっとやりたかったから、うん、私は持っといた方がやっぱりこうなんか信頼度とかもあるし、あとなんかドッグヨガもやっぱりこうただポーズを取るにもワンちゃんがの体の解剖学とか、うん、ワンちゃんの解剖学とかも勉強してどういう、ワンちゃん鎖骨ないって知ってます？知らない。ワンちゃん鎖骨ないそういうことも勉強する。鎖骨がないからこういう動きはあんまりできませんとか、うん、させちゃいけない。そう、うん、そういうこともちゃんと勉強したりとかして、でまたヨガはちょっとスピリチュアルな部分もあるから、うん、ワンちゃんとこう見つめ合ったりするとオキシトシンが出てきて、ホルモン、幸せホルモン出てきて免疫力にいいですよとか、そういう勉強もちゃんとしたいなと思って、それで協会の資格をちゃんと取りに行こうと思って。なるほど。で今その番組では、番組でも出てきてるし、12回あるうちの4回、うん、
はドッグヨガの番組。セクシーさ全然ないね。うん。セクシーはまたそのヌードヨガアーティストをやっているところから。ああ入るの。ネーミングがそれになったから。みんないいレビュー書いてください。よろしくお願いします。お願いします。ドッグヨガ自体も少しずつこう浸透しつつあったりする。浸透してます。うん。子供がいる家庭よりもペットがいる家庭が多かったりとか、うんまあ、ワンちゃん飼ってる人やっぱ多いし、うん、そういうなんか犬種ごとのイベントとかがあって、うん、プードルフェスティバルとか、はいはい、じゃあペットとの暮らしをもっと豊かにしましょうみたいなのを意識してなんとか会みたいなのとかやったりとかして、それにドッグヨガ呼ばれて、なるほどね、あと大きいプードルもねいるからいっぱい連れてって、うん、でステージでヨガやって、みんなお客さん一緒にヨガやってとか、うん、あとはちょいちょい最近テレビでも取り上げられて、やっぱおうち時間が増えるとペットとの時間が増えるから、うん、ワンちゃんと一緒になんかエクササイズみたいな感じで取り上げられて、この座って簡単なやつなんか一つやって座って簡単な、うん、でもこの状態でもこれもあぐらしてこれで呼吸を整える、これも一個ヨガドッグヨガのポーズ。ちょっとなんか楽しくしたい時とかは、うん、今空中だから危ないからあれだけど、こういう感じでなんか船のポーズとか、キッチン乗っけんの、乗っかりたくなければこことかでこうやってやってわーっつって楽しいねーっつって嫌がってるちょっと今日はその気分じゃないけど、そうそうそうでも今のお尻一本で支えてるから相当腹筋厳しいよね。そう、人間側は腹筋使う、うんまあ、ポーズ、うん、でやっぱりこう習い事とか行くのもなんか一人で行くと続かなかったりとかする人でも、うんまあ、結局ドッグヨガってこうワンちゃんの友達もできるから、うんうん、それでなんか続くようになったりとかする効果はある。でヨガはまあまあ大学出た後に、うん、それはやりたくて入ったんだっけ。いいえもう辞めた会社だから言うけどさ全然もう何年も前に本当は違うことやりたかった。本当は何やるの。ディズニーのダンサーさん。あーもうディズニー大好きだもんな。やりたかったんだけど、うん、ちょっとどこでもいいから、うん、新卒っていう、まあ、ブランド新卒っていう時期がその時しかないんだから、うん、どっか受けなさいと言われ、うんうん、それでもこういう仕事はもう多分無理だったから、うんうん、でちょうど就職氷河期、うん、すごい氷河期で、うんうん、ほらあの検索でさチアバレーとかでまあ入れるわけよその就職サイトのやつで、それで出てきたのがその前の会社ヨガの会社だったから、うんうん、そんなノリで始めた。まあ要はそれがなかったらヨガとは出会ってないっていう出会ってないのは確かだけど、まあ、ある意味きっかけを作ったのはそこだった。そううん、でもホットヨガの会社だったから、うんまあ、ヨガの研修もちゃんとやったけど、うん、結局はなんかプログラムが決まってて、うんでまあ、それを練習、うん、テストして、うんまあ、合格したらそのプログラム持てますよっていう、うんまあ、というところだったから、最初はそれでよかったけど知れば知るうちに知れば知るほどこれでいいんだっけみたいな。なんかせっかくヨガ勉強して、うん、ヨガの良さをこうお客さんに教えたいのに、うん、一緒に多分ハワイもついてきたんだよこれって別に私じゃなくてもいいんじゃねみたいな、うん、からのポールダンス。そうそこがね実は一番聞きたかったんです。ポールダンサーやってたんですよしばらく。先生やってた。先生でも自分もショーで踊ってた。ショーでもやってたけど、うん、先生のがメインだった、うん、でも最初から先生じゃないでしょ。習い始めて半年後ぐらいにもう先生になるって言われて、うんうん、それやってた時はすごかったよムキムキ、うん、こことかねここの筋肉とか、うん、いや本当 なんていうの旗フラッグみたいな、そう捕まって横に体慣れるっていうな。そう慣れちゃう今もできるその辺歩いてて電柱じゃなくてなんかもう標識の棒で急になんかやっちゃったりするんで、あれはなんで見つけたのポールダンス。周りの人がやってないことをやるのがまず好きだから、うんうん、なんかその当時あんまりまだポールダンスが
まだ流行ってなかったかな、うん、今すごいけど結構人口今すごいの、うん、今もうスタジオも割といっぱいあるし、うん、フィットネスとしてやる人も結構多いから。ポールダンスって言ったら私はタイに遊びに行った時に疑わしいイメージしかないからねもう棒があったらもうこういう私もステージの上に何度か上がって一緒にやってましたけども舞浜のところにシルク・ド・ソレイユのシアターがあったじゃない、うん、もうないけどあそこの人たちが終わっちゃって、うん、都内でイベントをやるみたいな、うん、で私初めて見たのがその、うん、エッチなやつじゃなかったのよ、うん、なんかそのすごいショーシルク・ド・のショーを見てで、まあ、やっぱもともとチアリーディングやってたっていうのもあるから、うん、ちょっとこうアクロバットなやつが好きなわけよ、うん、それでなんかできるかもあできるかもって思ってでも周り誰も友達やってない、うん、あちょっと習いに行ってみようかなと思って行ったらハマっちゃって、うん、仕事が休みだったらもうポールダンスみたいな、うん、仕事の前にポールダンス行くみたいな、 なんかそういうで前の会社を辞めて辞めて そこのスタジオでポールダンスの先生としてやりながら、まあ、ショーとかショーにも出ててクラブとかそうか思い出したその時に泊まりで講習をやるわけですよダイビングので、まあよっちゃんもうすでに講習は終わってんだけどよっちの友達が一緒に来てた時に、うん、夜なんかね おパンツをにフリフリを縫ってたの何してんのって、いやショーの衣装とか言ってなんかこうビキニみたいなおパンツにねフリフリを縫い付けて何やってんのお前って言って友達は講習受けてるからよっち暇だからちょっと衣装作るって言って衣装作ってたそしてまたでもそれはポールダンスはやめてポールダンスやめポールダンスやってる時にヨガの免許を取りに行き直した、うん、なんかその新卒で入った会社は全部200時間分教えてくれるんだけど、うん、その全米ヨガアライアンスは取れなかったから、うんうん何ヶ月というかがかかるのでそうで1ヶ月で短期で行けるやつがあったのと、うん、そのねさっき言ったお母さんからもあんたら結婚しないならみたいな下りがあったからで、あちょうどタイミングがいいし、うん、でなんかいろいろやっぱダンサーの世界に行ったりとかするとまたちょっとヨガの世界といる人がやっぱ違うから、うん、人種がねそう、うんなんかこうやっぱ自分もさなんかここじゃないかもとかさ思い始めてなんかちょっとつらいかもとかさなんか思い始めてきて、うん、もう一回ちょっとヨガ勉強しようかなって思って留学、うん、いろいろやっぱりあヨガだなと思って帰ってきて、まあ、そのタイミングでヨガスタジオを始めませんかっていうお声もあって、うん、それがあれか祖師ヶ谷そう、うんまあ、将来的にすごいスタジオ持ちたかったからちっちゃい時からの夢で、うん、じゃあ今そんなね声かけてくれる人もいるしちょっと頑張ってみますって言ってヨガの方に、まあ、今はそのプライベートレッスンであるとかそれからテレビのそれがあってテレビの番組とあとは普通にジムで週2ぐらいで教えに行ってるから、うん、でプラスハワイ行く資金稼ぎで蒲田でアルバイトした、はい、カフェのいいじゃん、なんかキャピキャピ楽しそうで何でも楽しそうにやるからトイレのドア閉めないっていう話があって一人だけ臭いのって嫌でしょってママが言ってたんですよ子育てというのは臭いものには蓋をしない正直羨ましいですね、私はね、うんうん、こんな体でも持っていようものは